はですね、イギリス政府から無料で配布されるコロナの検査キットを薬局でもらってきたので、そちらをご紹介します。コロナの検査キットなんですけど、イギリス政府のホームページから申し込みをすると、コロナの検査キットが無料でもらえます。前までは自宅に無料で郵送されていたそうなんですけど、今は自分で薬局の方に取りに行くっていうシステムになってます。で、まず最初に検査キットの予約をして、予約をするとメールの方に予約番号が送られてくるんですね。で、それを持って近くの薬局に行きます。薬局でメールに載ってる予約コードを提示して、それと引き換えにコロナの検査キットをもらうという形になります。で、実際の検査キットがこちらになります。こちらの検査キットなんですけど、7回分テストが入ってます。なので、もし具合が悪くなった時にすぐに使えるので、一応手元に持っておこうと思ってこれを頼みました。その後に今日はプライマークに行って、プライマークは洋服屋さんなんですけど、いらなくなった服をリサイクルに出してきました。以前動画で着ていたヒョウ柄のニットセーターがあると思うんですけど、あれは日本の GU で買ったすごいお気に入りのニットセーターで、あったかくて冬場によく使ってたんですけど、洗濯で生地が伸びてしまって着れなくなってしまったので、リサイクルに出してきました。プライマークは服のリサイクルをやっていて、使わなくなった帽子とか服、バッグなどをリサイクルの回収ボックスに入れることができます。で、これは去年から始まったそうなんですけど、店舗に行くとリサイクルボックスがあるので、そちらに入れるだけです。洋服っていうのは全部リサイクルの方に捨てることになってるんですけど、なので不要な洋服が出てきたらまたプライマークのリサイクルボックスを使おうかなと思います。その後にスターバックスに今日は行ってきたんですけど、なんかいいマグカップないかなと思って見てたんですが、私スターバックスのマグカップを集めてたんですけど、私の欲しい柄がもう廃盤になってしまって、なんでそれはもう集められないんですよね。で、いろいろ見ているうちに白いリユーサブルカップを見つけて、この前この色が変わるリユーサブルカップをご紹介したと思うんですけど、今日は昔からあるタイプのこの白いリユーサブルカップを買ってきました。で、これなんですけど、値段がまた表示されてなかったので、レジまで持ってっていくらですかって聞いたところ、1ポンドだったので、まあ、安いなと思ってこちらをマグカップの代わりに買ってきました。この引っ越してきた家が食器類を自分で買う家だったので、自分で食器を揃えなきゃいけないんですけど、せっかくならお土産として持って帰れるマグカップを今日買おうかなと思ったんですけど、このリユーサブルカップが1ポンドであったので、こっちを買ってきました。なので、この2つを今後使っていきたいなと思います。あともう一つは、やっと NI ナンバーが家に届きました。 NI ナンバーなんですけど、最大で発行するのに16週間かかるっていう風にホームページ上に書いてあるんですけど、私の場合は約1ヶ月半ぐらいで NI ナンバーを取得できました。 NI ナンバー取得できたんですけども、これは多分住所証明には使えないので、
銀行がまだ開設できないんですね。なので銀行の口座を作れるのはもう少し先かなっていうふうに思っています。ということで今日はここら辺で終了したいと思います。